フリーランスの年収は会社員歴に比例するのか検証。はい、ありがとうございます。丸山です。川島です。一瞬ちょっとわからなかった、何のってなって説明しますと、はいはいはい、今回も202人の方にアンケートを取りまして、はい、正社員歴っていうのと、はい、フリーランス転向後の単価の増え幅っていうのは比例するのかどうかっていう集計を取りました、はい、要は正社員歴長ければ長いほど、うん、単価は増えるのかっていうところですね。うんうん、は正社員3年の人と10年の人がいたら単価の増え幅、年収の上がり幅っていうのはやっぱ幅はあるのかどうかっていうことです。なるほどね。これを見てもらえれば、今正社員やられていてフリーランス転向を検討している人は今なった方がいいのか、うん、もう少し経験積んでからなった方がいいのかっていうのが分かります。200人以上からアンケート取ってるから結構マジだな。そこで比例すんのみたいなところですね、はい、うん、結構ここは気になるというか、いやめっちゃ気になるでしょ。このチャンネルでしかこの情報っていうのは発信できないですからね、うん、この情報量は多分どこも持ってないですから。社員はスキルじゃなくて会社に属した歴で給料上がっていくからさ、やっぱそういうところはありますもんね、うん、フリーランスはまあスキルで見られてるとはいえ、はい、そのスキルっていうのはやっぱある程度正社員歴の経験年数で見られるじゃないですか、うんうん、足元見られるもんね、まあ、もちろん3年ですごいできる人もいれば10年やってるけど微妙な人もいるんですけど、ポコしてるでしょ。1個の指標としては歴が見られますよね、はいはい、年収これぐらい上がった人の社員歴っていうのですね、100万円ずつご紹介したいと思います。今回100万円上がった人もいるんですけど、うん、700万円上がった人もいます。幅あるな、はい、結構あります。今回100万円上がった人の社員歴なんですけど、はい、100万円結構いました。200人中30人から40人ぐらいで結構いるな、5分の1ぐらいか、はい、そうです、はいはいはい、100万円ぐらいは上がったと。ただこれはあれですよ、フリーランス転向してすぐの話ですからね。もう一発目から100万は上がってるってことか。そうです。うわ結構上がってるな、そしたら、はい、これがですね、結論全く比例してなかったです。正社員歴と1年生で転向した人もいるし、はいはいはい、うん、10年やって転向した人もいるし、はいはいはい、かなりまちまちでした。1年から10年全部ありました。ってことはやっぱりスキルってことだよね。800万円もらってる人が900万円になってる場合もあるんで、300万円になった人が400万円になった場合もある、はいはい、100万円あげるんであれば1年生でも OK だしっていう話です。あーなるほどね、はい、で今回200万円上がった人、はい、これもほぼ同じでした。歴そんなに関係なくまんべんなく200万円ぐらい皆さん上がってるっていう。それ何人ぐらいなの？これがですね、まあ、40人ぐらいです。100万から200万一発目上がってる人がほんと3分の1ぐらいってことか、はい、ただ1人20年やってる人でも200万上がってました。20年やってる人で？ですから、これで分かってくるのが、会社員歴はそんなに関係なく、やっぱ単価は上がるじゃないですか、はい、かつ会社員の上限っていうのはやっぱあるんだなっていうのを感じました。限界あると思うね。そうです、うん、20年やっても、ね、年収200万上がるんですよ、うん、会社員で200万上げようと思ったら転職しかないでしょ。20年かかるかもわからんっていうで300万円上がる人について、300万円上がった人ですね、さすがに1年生はいなかったです。丸2年から5年の層が一番多かったですね。 PG から SE になるぐらいの人ができる PG ぐらい、ね、はいはい、募集の案件も実際やっぱそこの幅って一番募集も多いもんね。そんだけ市場では人を欲しているってことでしょ。だからそうです、だから月25万ぐらい手取り上がる人っていうのがこの層では結構多かったかな。月25か、意外とでも上がりますよね。倍っていうこともめっちゃ上がってるでしょ。月25って300万円上がるんだったらフリーランス転向してもいいかなって思う人が増えるかなと思いますね。この年収ぐらい上がると、はい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 、悩んじゃいますよね、はい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 、リスクはあるけど300万円だったらいいなっていう。2年生から5年生ってことか。まあでもエンジニアって中途の人も多いもんね、はい、そうです、そうです。次400万円ですね、はい、上がった人の社員歴でいうと400万、はい、やっぱこれめっちゃ気になる、はい、2年生から5年生やっぱこの層が一番多いです。でも400上がっているってことはやっぱ言語がね気になるけどね。やっぱ Python とかそういう言語出てるね。言語までは集計取ってないんですけど、うん、はい、取ってないです。200、300、400、500万このラインはあんまり社員歴変わらず同じでした。だいたいまあ2年生から5年生ぐらいが多い、うん、ただフリーランス転向する人の層が多いっていうのもあるんですよ。なるほどね。ただ10年生以上の人でも500万ぐらい上がってる人はいました。結論もここまで言っちゃうと本当に比例はしてないんですよ。正社員歴と年収の上がり幅っていうのはしてないよね。比例してないです。動画の途中ですが、エンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。500万円っていうのが15人ぐらい上がってましたね。500万円はやっぱ2年生から6年生ぐらいの層が多かったです。で15人ぐらいでした。15人いるんだ。15人がそれだけ上がってるのすごいですよ、ね、いややばくない、はい、だって200人ちょいで15人でしょ。年収500万上がるんですよ。月40万ちょっと年収が増えるんですよ。夢しかないなそれは。そこまで来ちゃうとやっぱりフリーランスになるしかないなって思っちゃいますよね。やってる意味がなくなるもんな、正社員でも。そうですね。
次、600万円年収上がった人の社員歴の幅ですね、これが1人いましたが7年でした。うわ、リアル。7年会社員やって転職したら600万円上がってました。SE でもうリーダーもやれるみたいな感じなのかな。さすがに600万上げようと思ったら2年3年じゃ厳しいのかなっていう、まあ、無理だよね。それができるって言ってるとこやばいよな。はい、さっき言ったように10年やっても20年やってても100万200万しか変わらない場合もあるんですよ。で、本当そこは自分のやってるスキル感だったりとか、うん、技術だったりとか、うん、加味してどういうところだとフリーランスさんかけやすいかっていうのを、まあ、次にしとく必要があるかもしれないですね。なるほどね。はい、まだありますよ。700万上がった人刻む。はい、がですね、1人いました。700も1人いんだ。はい、本当に上がってんだ。700も25年ですね。25年会社にやって700万収入が上がったと。多分この人は思ってると思いますよ。もっと早くやっとけばよかったね。そう、前の動画でもお伝えしてるんですけど、年収上がり幅ランキング2位の人、うん、はいはいはい、700万円上がってるんですよ、うん、もっと早くやっとけばよかったと思ってるだろうね。700万円上がった人25年やって上がりましたと。で、はい、今までこの集計を取ってみて、うん、まあ、分かったことが1個ありますと、はい、結局会社員歴とフリーランスになった時の年収の上がり幅っていうのは比例はしてませんと、はい、ただ2年生から5年生ぐらいの人が一番コスパいいですよね。あんまり会社員でくすぶってやるんだったら早めのうちに転校しといた方が年収は早めに上げられるんで、実質最近でも早めの得というか、はいはいはい、だって年収が300万円上がりますっていうのを3年もし遅れた場合900万円損してるんですよ。もう約1000万損してるよな。そうです、これほど早く動いた方がいいことってないですよね。うん、悩んでるんだったらまず自分の市場価値知るっていうのがいいかも ね。そうですね、以前のアンケートの動画でもありましたけど、うん、独立前にしておけばよかったことっていうのが、はい、もっと早くフリーランスでしておけばよかった。それっていうことがめっちゃ多かったじゃないですか、うん、やっぱこの数字にも出てまして、うん、もっと早い段階でなっておけば実質得したのにっていう人がやっぱ多いですね。時間は本当返ってこないからな。マジやるなら今っていう感じだよね。だからね、今回はですね、会社員歴とフリーランスになった時の年収の上がり幅っていうところが比例するのかしないのかっていうところですね、はい、ご紹介させていただきました。当チャンネルではこういったエンジニアさん向けの情報というのを随時発信しておりますので、今のうちにチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。概要欄の方からお問い合わせ欄もお待ちしてます。チャンネル登録とグッドボタンの方も忘れずにお願いします。よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。